ここ数日の日向坂情報をまとめました。ひょんこ、お雑煮大好き、お餅は2個から3個入れる。そして歌番組の話へ。歌番組の楽屋は大部屋。そしてメイク時間、スタンバイ完了、集合写真、振り固め、楽屋出発と小刻みにスケジュールが書かれた長長文の信じられない量の LINE が来る。カメラの位置とかもカメラ割りが送られてくる。ここでカメラを見るとかはすぐに入ってくる。ライブに関してはいつでも見られてるようにやってる。と裏側を話していました。小坂家の正月事情。実家でおせちを食べたことがない。おばあちゃんの家や親戚の家で食べる。家で食べるのはお雑煮くらい。そして3年前くらいから正月に家族旅行に行くのが定番化してる。かとし、悶々としてること。一つ目、自宅に人を入れたくない。メンバーも限られた数人しか入れたことない。箸がいや、キャラ仏の靴下を履いていると、おやおやおやってなり足を洗ってもらう。キャラ仏の靴下はちょっと臭くなりそうとのこと。二つ目は若林さんにハマりたい。クリスさんからサングラスをかけると若林さんは食いつくとアドバイスをもらい、お世話になってる番組でサングラスをかけます。と言っていました笑い。三つ目、似顔絵の新展開が欲しい。ここでキャプテンの似顔絵を披露したら、アンミカから小さい時からクラスメイトの子たち描いたりしてたの？と聞かれ、カトシがお父さんだけを描いてましたと言うと、そっか、よかった。喧嘩になってたと思うと言われてました笑い。平方、平方の家の正月は毎年桃鉄をみんなでやるのが恒例。お雑煮が好きで年中、夏でも秋でも食べたい。2024年のスローガンはご縁を大切にする。そして平方ラジオの目標は、枠を拡大したい。15分はあっという間だから、30分、1時間、3時間と枠を拡大できたならとひっそり思ってる。プライベートだと家族を旅行に連れて行きたい。日向坂全体でいうと2回目の東京ドーム。4期は一度もその舞台に立ったことがない。今年中かはわからないが、いつか東京ドームに立てるように頑張っていきます。と展望を語った。